はい、どうも、コミーです。さて、本日はこちら、ポンコツのボンクラからですね、お届けしたいというふうに思います。まあ、ちょっとね、最近の、事情によって、ドイツ担当というふうに言えなくなってしまったのが残念なんですけども、まあ、引き続きですね、ポンタさんの、ご好意によって、私も参加させてもらってるという形なんですが、負けないですね。11戦やって1敗しかしないと。しかも、この1敗っていうのは、無課金弱者連合さんに増してるんですけども、そのリーダーのあやパパさんも、今はこのボンクラ側に加わって、もう本当に、界隈でオールスターみたいなメンバーが集まってるんで、めちゃくちゃ毎回緊張するし、終わった後は動画の宝庫になるっていうね、YouTube やってる人には本当に美味しいような環境を、提供してもらえて本当に幸せなんですけども、今回はですね、この一番最近の、対戦、ベイラウンジさんからの、アタックを、紹介したいというふうに思います。テーマはスーパーボールブレイカーに、フォーカスしていきたいというふうに思っていて、合計3つですね、リプレイ見てもらいたいというふうに思います。まずは、私のリプレイから行きたいんですけども、これですね、自分がやったんで説明しやすいんですね。なんでちょっと一番最初に持ってきました。スーパーボールブレイカーをここに使っていくんですね。こことこことここですね。で、なんでこの3箇所に使ったかっていうのは、ちょっとですね、説明がいるかもしれないんですけども、まずですね、今1個目の壁を開けましたよね。で、2個目の壁、本当はここ開けたかったんですよ。なんですけど、どうしてもここの施設がこう、あるので、ウォールベイカーがどうしてもこっちに向かっちゃうんですね。なんで、もうそれはもうしょうがないと。諦めて、3体目でここを開けようと仕組みました。こんな感じですね。はい。ドンと。で、こうすることによって、相手の防衛軍、さらにはイーグル砲、対空砲、ここに3本あるんで、3本目。で、いうところをですね、あとロイヤルチャンピオンもか、狙っていくことができます。こうすると結構、空のアドバンテージが取れるので、残った、ユニットはドラゴンパートということにしました。シングルインフェルノがあるんでね、ちょっとそこに関しては、ラバルでもいいかなと思ったんですけど、ラバルにしちゃうと、ラバのその行動がちょっと読みにくくなるなと思ったんで、今回はドラゴンを選択しましたね。エアスイーパーが、全部これ下方向、右方向向いてるんで、上方面、今このバルーン、ドラゴンを出したこの方面からの、ドラゴンラッシュには、比較的、弱いのかなというふうにも思ったっていうところですね。で、そのドラゴンパートも見てほしいんですが、今日話したいのはスーパーボールブレイカーなんで、ちょっとそこの話に集中すると、スーパーボールブレイカー、もうご存知の方の方が多いと思いますが、壁を一撃で開けてくれるという、ユニットですね。で、さらに、HP もかなり高いので、壁に到達する前にやられるっていうことが非常に少ないという点と、あとですね、壁に到達して爆破する前に、やられてしまうと、普通のウォールブレイカーはもうそこで爆破せずに終わっちゃいますよね。なんですが、このスーパーウォールブレイカーは、倒された瞬間、ないしはバネトラップとかで飛んだ瞬間に爆破するので、基本壁開きをしくじるっていうことがないんですね。という優れユニットになります。これを上手に使うことによって、現時点で言えるのは、ジャンプの呪文を節約できるっていうのが、個人的には一番大きな要素かなと思います。そうすることによって呪文をよりふんだんにですね、他のポイントに使っていくことができるという利点があるんじゃないかなっていうふうに思います。例えば、クイヒとめちゃくちゃ相性がいいと僕は思ってるんですけども、クイヒをですね、ここからスタートさせて、ここに歩かせようとした場合っていうのは、壁2枚こう開けるので、相当これ難易度が高いですよね。普通のウォールブレイカーでやったら。多分無理だと思います。で、その時にですね、ジャンプをじゃあ使おうと思うと、ここにこうジャンプを打つんですが、もったないですよね。ちょっと使いたくないなっていうところがある。で、そういったちょっとね、かゆいところに手が届かないような場面っていうのを、スーパーウォールブレイカーが、綺麗にこう、助けてくれると。いうのが今のところの自分の使い方かななんていうふうに思ってます。コストは8枠と、通常のウォールブレイカー4体分あるんですが、さっき言ったようなその利点に加えて、最初の小爆弾をこうチェックしたりとか、フリーズで施設を止めてからウォールブレイカー投げるとか、そういう、高難易度の、使い方をしなくても済むので、そういった意味では、かなり使いやすいのかなと思います。ユタさんがこれぶっ壊れだっておっしゃってたのは、わかりますね。かなり壁開けっていうのはこのクラクラの中でも本当に技術の差が出るポイントなんで、そこに関してこれだけイージーになってくると、その自分の思い描いた攻めを非常にやりやすくなるかなっていうところはありますね。はい。でですね、ちょっとですね、
ここでウォールブレーカーの使い方に関して おさらいですね。ご存知の方は分かると思うんですけども、知っておきたいと思うんですが、ここから、スーパーウォールブレーカー、まあ、ウォールブレーカーですよね、何でもいいです、投げた場合ってどこにまずは向かうと思いますかね。ここの壁にまずは最初向かうんですね。なぜかというと、ウォールブレーカーは一番近い壁ので囲まれた区画の中で、そこに施設があるところを開けます。つまり今この丸描いたここからウォールブレーカーをスタートしたら一番近い区画はここですよね。この四角が、一番近いで、この中に当然大砲とかアチャトとか、施設が存在するんで、ここにユニットを突っ込ませられるようにここに向かってまずは、歩いていくわけですね。でこれが1個目です。じゃあ次2つ目の、ウォールブレーカーがどこに行くかっていう話をすると、次、どっち行くと思いますかね。こっち側か、こっち側か右か下かですね。まあ、正解はもう分かってると思いますが、右側のこっちです。なんでかっていうと、次開ける壁の候補って、まあ、ここ、ここか、あとはここかどっちかですよね。なんですけど、ウォールブレーカーここからスタートしたら、深い壁はこっちなんですよね。でかつここには施設がこう存在するんで、この区画にユニットを入れようと思って突っ込んでいくと、まあ、いうことになるわけですね。で最後、じゃあ3つ目のウォールブレーカー、3つ目のスーパーウォールブレーカーか、まあ、3部隊目と言ってもいいのかな、投げていた場合はどうなるかっていうと、もうこことここが空いてるので3つ目ここにこう行くわけですね。なんでこの丸2を飛ばして、丸2を飛ばして丸3に、直接2つ目のスーパーウォールブレーカーを向かわせようとすると、まあ、この辺から出せば行くのかな。こっちに向かうかこっちに向かうか、この距離がどっちが近いかですよね。まあ、多分こっち側のが近いと思います。なんで下には行きにくいなというふうにまあ思って、まあ、そういう保険もねかける意味で、スーパーウォールブレーカー私は今回、4体かな、3体か持っていたというところですね。はい、まあそれがウォールブレーカーの基本的な使い方になります。でそれとですね、覚えておいてもらった上で、このですね、塩胡椒さんのアタックご覧いただきたいと思います。スーパーウォールブレーカー2体持っていってますよね。で、狙いはですね、こことここの壁を開けていこうということなんですね。1層目2層目を開けていこうというところなんですが、結論から言うとちょっとですね、これミスっちゃってですね、こっちが開いちゃうんですね。ここの壁がここが丸になっちゃうんですね。こうじゃなくって、なんでかなっていうところをちょっとですね、見ていってもらえたら、まあスーパーウォールブレーカーの使い方が、よりイメージがつきやすいかと思います。この辺はお見事ですね。しっかりイエティで、十字方面ここですね、カットを加えていきながら、アーチャークイーンがしっかりこの大砲にターゲットを取っていくようなスケジュールで、しっかり動かしてますね。お見事。ちょっとまあ対空砲のターゲット単位に入っちゃったのが、まあ、誤算だったかもしれませんが、まあ、エイジを使って素早くケアしてますんで。ただ、スーパーボールベーカーが出てきましたけども、こっちにこう行っちゃいましたよね。これがですね、やっぱちょっとね、多分悔しかったポイントじゃないかなっていう風に思います。スーパーボール、まあ、スーパーボールブレーカーここからですね、こう出していった時にどっちの壁が近いかって話なんですね。こことここ両方ともこの壁の中にこう施設が存在するじゃないですか。こういう風にそうするとどっちもターゲットに取るわけですよ。で近い方に行くんですね。ここからこの中に入っていくのとこっちに行くのだったら多分こっちの方が近いですよね。左側行った方が。なんで、そちら側に流れてしまったというとこですね。しっかり壁も開けてくれてるんですけどね。だからもし流したくないんだったら、まあ、この辺から流せばもしかしたら行ったかな。ただもしかするとこっち行っちゃうかもしれないですね。このアーチャー塔に反応してっていうリスクがあるんで、まあ、今回のここの2層目のここの壁開けを、ね、狙うんだったら、まあ、仮に、スーパーウォールブレーカー、例えばスーパーウォールブレーカーを使ったとしてもちょっとですね、出し場所っていうのが非常に難しいですね。もう当然ながら大砲を壊してからスーパーウォールブレーカー出せば、この区画にはもう施設がないのでこっちに絶対行くっていうのは分かりますかね。なのでそういうまあ手はずを踏むまあパターンもあったんですけど、なかなか難しいと思いますね。それをするコストを割くぐらいだったら、ちょっとですねここはジャンプを使った方が確実だったかもしれません。またとにかくですね、まあ、こんな形で、スーパーボールベーカーがどこに向かっていくのかなっていうのを把握さえしておけば、
かなりですね、自由度の高い壁開けを、することができるということですね。で、ここで、アーチャークイーン、クロークを使わされてしまって、そのまま収集砲火を受けてやられてしまうんですが、ただもうですね、このタイミングで塩胡椒さんかなり綺麗に、こんなようなですね、ルートを作ってるんで、ここをもうホグライダーとディガーがですね、一気に、走り抜けるという格好ですね。うん。お見事ですね。やっぱりまあスーパーボールブレイカーで一層この富士方面の壁を開けてると、あ、12時方面か、壁を開けてるっていうのが大きいので、ジャンプの呪文も持ってかなかったですから、なおさらですね、このレイジやヒールをふんだんにこう、ディガホグ部隊に使えてるというところが、最後まで、ユニットを生かし続けられた、まあ、大きなポイントになるのかなというふうに思いますね。本当になんかスーパーユニットってどうなんでしょうね。ちょっとこの前、ジャイアントの動画出しましたけども、まあ、ご覧になった方はちょっと私の受けた衝撃を分かってもらえるかもしれませんが、あんな風に全開取られてしまうと、ちょっとですね、これは止めようがないんですよね。なんですけど、今回ですね、急にこうユニットが4体、しかも今までにないような、スタイルのユニットが生まれてきたんで、これを完全に使いこなせる人ってそうそういないと思うんですね。全部のユニットの特徴をしっかりと抑えた上で、相手の村に合わせて組み合わせを考えられたら、まあ、多分これめちゃくちゃ全開ばっか取れちゃうと思うんですよ。まあまあ、今言ってることっていうのは別にスーパーユニットがいなくても、まあ同じっちゃ同じなんですけど、その、やれるやり方が増えてるっていう意味で、今までも1つか2つが正解だったところが、それが4つ5つ正解が、導けるような環境になっていると、いうことなんですね。なんでそこのその使いこなしっていうのをぜひですね、いろんなユニットを使ってやってもらったり、まあ私のもそうですし、動画とか見てもらってですね、アイデアをこう吸収してもらえると、まあなおいいんじゃないかなというふうに思います。まあまあ、ですね、まあこんなど真ん中で宣伝するのもなんですけども、まあ今後は少しの間ですね、なるべくスーパーユニットを使ったアタックをこう、上げていきたいと思うんで、またね、チャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いいたしますということで、最後、私のアタックもう一回ちょっとすいません、こちらだけ見てほしいなというふうに思っています。スーパーウォールブレーカー一体だけ使ってます。でですね、どんな風なアタックにしていくかっていうと、ここからクイーンチャージですね、これアーチャークイーンをここに入れていくと、でこの辺全部こう壊していくんですね。はい。でそのための壁開け、ここをスーパーウォールブレーカーでドカンとこうするという形ですね。で、ここですね、なんで私が、さらにこの後スーパーウォールブレーカーを立て続けに出さないような形を取ったかっていうと、ですね、やっぱりこことかこことかの壁開けちゃうんですね。こっちの壁を、こことこの壁を開けたりしてくれちゃうので、何個も何個もスーパーウォールブレーカー持っていってやるのちょっと嫌だなと思って、まあ、壁のレベルがそんな高くなかったんで、もう、アーチャークイーンに殴らせてこじ開ければいいやというふうに考えたというところですね。まあ、今までだったらね、この、今アーチャークイーンのいるこの区画に入るためにも、そのマルチインフェルノがあったんで、ウォールブレーカー1個出して小爆弾の解除。で、フリーズ打ってからウォールブレーカーとかね、そういうことをやっていかなきゃいけなかったんですけど、まあ、スーパーウォールブレーカーがあると、ジャンプ使う必要もないし、今言ってるのはフリーズを使う必要もないし、ミスをする、リスクもないということでですね、もう相当やっぱ楽になるっていうところですね。まあ、なんで、個人的なおすすめは、やっぱり、アーチャークイーンにヒーラーをつけた、このクイヒーっていうこの戦術に、スーパーウォールブレイカーを合わせていくっていうのが、まあ、今の環境では、まあ、一番個人的にはおすすめかなというふうに思います。で、そういう形で、アーチャークイーンをこの壁の中にこう突っ込ませてですね、アドバンテージが大きく取れるような、配置を、スーパーウォールブレイカーを使える、プレイヤーは狙っていくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、っていうのは、スーパーウォールブレイカー使っちゃうと、もうスーパージャイアントとか他の、スーパーユニットを使えなくなるんでね、しばらくの間。なので、まあ、どれか1点を選択するしかないので、まあ、いうような形で、お互いですね、クラン内で、いろんな、スーパーユニットをお互いがこう解放し合いながら、あんたこれ持ってるからここ攻めようかみたいな形で戦術を、決めていくと、まあ、非常にですね、まあ、戦略か決めていくと、まあ、より、効率的なんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ、これはリーダーさんだったりもう軍師ですよね。でも腕の見せ所ですよね。本当に。そういった、チームワークっていうところに関して、
非常にいろいろ難易度が上がる、まあ、そんな環境になったかなと思います。これ気持ちよかったですね、ボンボンボンって、はい、ホーミングシールドで全部壊せないかなと思ったんですけど、ちょっと大砲の体力残っちゃいましたね。はい、というところでですね、本日はスーパーボールブレーカーの、話をさせてもらいました。まあついでではないんですけども、クイヒーをまあ使う方はこんな風にスーパーボールブレーカー使うと、クイヒーがよりですね、効果的に伸びるよというところに加え、それをこのクイヒーを壁の中にやっぱ入れなきゃスーパーボールブレーカー使う意味がないので、それをするための、サイドカットですね、今回ちょっと解説そこ省いちゃったんですけど、たくさんこんな風な手でサイドカットするんだっていうヒントがたくさんあったと思います。イエティを使うパターンだったり、まあ、ベピドラを使うパターンっていうのが、まあ、かなり王道だと思うんですけども、そういうとこもですね、ぜひ、ちょっともう一度見直していただきながら、スーパーウォールブレーカーぜひ、開放してみてですね、クイヒーよく使う方は試してみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。そういうところで本日の動画を終わりにしたいと思います。ぜひぜひよろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。そして今後もご視聴いただけると嬉しいです。また関西クラクラクラブにもですね、私のホームクランぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。